藤山雄二の不動産投資一発回答。こんにちは、藤山雄二です。私はね、自由な時間をどう過ごしているか、まあ毎日ね、飯作ったりしてるから完全に自由な時間ってあるのかっていうと、そうでもなかったりはするんですけれど、とはいえね、私もたまにそういう一日を作ったりします。その時約束もしません、予約も取りません、で何も用意しません、どっかに行くっていうふうに決めてもいません。まあとりあえず家を出るで、そのまま昔勤めてたね、大蔵商事の本社ビルやなんか訪ねて、もう他のビル名前に変わってたりするんですけど、ちょっと眺めてみる、あ、なんか腹が減ったなと、まあそう思って、そうだ札幌に行ってみるかって言って、そのまま羽田行って、でもうすぐに札幌に飛んでラーメン食って家帰るみたいなね。わかります？何の意味もないんですよ、何の生産性もないんですよ。札幌行ってラーメン食ったからなんだっていう、だけどそれをクスクス笑いながらやってる自分ってめちゃくちゃ楽しいんですよね。自由ってやり遂げたからこその感覚なんですよ。何もしなくてもいいって言っても、病気でベッドに寝てるだけ、何もするなと、動くと横断が出るかみたいな、それは自由じゃないでしょ。何でもできるんだけど何もしなくていいっていうね、これが自由なんですよ。だからこそこの自由っていうのは魅力的で素晴らしいんじゃないかなっていう感じなんですね。会社が倒産して何もすることがないから公園でブラブラ、それと全く違うじゃないですか。だからこそね、まあ皆さんには大家さんになっていただいて、財務的な制限がない状況の中で自分がいいと思った仕事をね、誰はばかかることなくできるような、そんな環境を作っていただけたらなと、このように思います。本日は以上です。ありがとうございました。慌てず焦らず諦めず、チャンネル登録頼むぜ。